気持ち中の痛みが怖かったんですけど、全然思ってたのに痛くなくて、なんかすごい麻酔の管理をしてくださったんだなと思うんですけど、術後は痛いというのにめっちゃ寒くて、だんだん麻酔切れてきて、ちょっと胸の方が痛かったんですけど、ずっとこう休ませてもらってるのは全然痛くないです。受けてよかったなと思います。先生、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。術後1日目です。今日は丸1日ほぼ寝てましたけど、なるべく動かんようにしてたけど、まあ、お手洗いには行きたくなるので、グミを取るための漢方とか飲んでたのもあって、トイレに行く回数は多くて、もう動くだけでめっちゃしんどいっていう感じ。座ったり立ったりとか、寝て起きての動きがしんどい感じ。あとは内出血もわりかし出てる。なんで動かずにできる勉強とかを中心にしてたんやけど、夜は友達にご飯に誘われてたので、なんとか頑張って服を着替えて、ワンピースで全然上から下まで分からへんようなワンピース着て、かろうじて友達とご飯は行けました。移動はでもタクシー、多分階段はきついな。折りごたつはギリ座れるって感じ。もし地べたやったら無理やったと思う。正座はできないです。椅子とかの方がきっと楽。ダウンタイム1日目でした。術後2日目です。2日目でガーゼ交換が終わったので、術後シャワーを浴びることがさっきできました。痛みに関しては昨日よりはマシ。あとロキソニンとか全然飲まずに済んでます。でナースさんに言ったら、えって言われたんですけど、どうやら結構ダウンタイム的には軽い方なんかなと思ってます。歩くのはまあまあしんどくて、術後診察に遅れちゃうぐらいゆっくりな歩幅になっちゃいます。タクシーで行くことをお勧めします。私は電車で行っちゃったけど、階段は登れるけど降りれない、そんな感じです。正座はまだまだできひんけど、圧迫を取ったので可動域はめちゃ増えたかなって感じ。痛みがやっぱりでもあるので、私ちょっとインディバ受けてきて、インディバ受けた後むくみがほんまになくなって、足首パンパンだったんですけど、帰り靴がスカスカになるぐらいにはインディバの効果はありました。はい、明日からお仕事なので頑張ります。はい、術後3日目です。今日は初出勤してきました。知ってる人は大丈夫って言ってくれるんですけど、一番しんどいのはやっぱり歩くことですね。業務には全く支障なかったんですけど、クリニックに着くまでと家に帰るまでの歩く距離だけほんまに地獄でした。全然昨日までと違うくて、歩き方とか歩く速度自体は上がった気がします。普通の人のスピードではまだ歩けなくて、痛みは足投げたりとか全然できるんですけど、歩くことによる振動が一番痛いかな。内もものとこが一番ピッてくるので、変な歩き方になるって感じ。お相撲さんみたいな歩き方やなって言われて、どんな歩き方やねんって思ったんですけど、でも本当に業務に支障ないんで、全然正直3日目から働き出してもいいかもしれない、人のメンタル次第ではと思いました。胸当たると痛いです。でも誰かぶつかってきたら死ぬなと思いながら守ってました。まあそんなぶつかることはないんですけど、めっちゃでも楽です。昨日一昨日に比べたらインディバしたのもあるかもって思ってます。やっぱ足の内出血は少ない気がする。それやっぱりアキーセルのおかげだと思います。普通の脂肪吸引 の内出血をお客様が見てますけど、全然違いますね。アキーセルすごいと思います。術後1週間です。ようやく抜歯をしてきました。抜歯して糸で引っ張られて痛かった部分がすごい解放された、解放感っていうのがあるんですけど、痛み自体は日内変動があって、動いているとどんどん楽になってくるし、ちょっとでも座って止まってたらすぐ突っ張るというか、傷が治ろうとしてコラーゲンがうわってできて拘縮してっていう状態すぐなるので、人間の回復力ってすごいなと思うんですけど、動けば動くほど楽にはなりま
ます。今日はものすごく行動もできて、今日一日お休みだったんですけど、バッシュが終わった後、習い事2つ行ったし、外でご飯も食べたし、すごいできることが増えていってて、だいぶ楽しいし、あとインディバまた行きました。インディバ行くと全然違くて、膝のむくみがすごかったんですけど、かなり楽になって、歩くのが楽になりました。胸の痛みはあるの珍しいって言われるんですけど、割とあるはあります。どうしても触れるところ、腕が触れるところは痛いし、足は内ももがすごい痛むんだけど、歩くスピードは普通の人と同じぐらいになったので、どんどん回復には向かってるけど、拘縮とは戦っていかなきゃいけないなと思ってます。以上、術後1ヶ月です。だいぶ胸も柔らかくなってきて、いい感じになってます。結構3ヶ月までに減るっていう風に聞くので、減らないでいてほしいなって思ってます。ダウンタイムとしてはもうだいぶ自由も聞くし、オフはダウンタイム終わったと思ってもいいのかなと思います。この間ちょうど海外旅行も全然できましたし、友達とジャグジー入ったりとか、プールも行けました。ただ膝の傷はまだ治ってないので、 UV ケアは必要だなと思います。術後3ヶ月です。1ヶ月目の時と比べて胸の柔らかさとかもっと柔らかくなってるのと、足の拘縮とかもゼロです。もうダウンタイムってこと忘れちゃうぐらいになってます。うん、大きさが本当に1ヶ月目ぐらいとほぼ変わらないか、むしろ増えたんじゃないかと思ってて、あ、でもこのしっかり体重をキープしたりとか、そのデブ活することってめちゃくちゃ大事だなって思いました。ここからはちょっとずつ様子見ながら、無理のない程度にダイエットしていこうかなとは思うんですけど、もう大満足でめちゃくちゃ嬉しいです。人生変わったんじゃないかなって感じ。コンプレックスがなくなったのがもう本当に嬉しいです。もう先生ありがとうございました。足のダウンタイム最初 1,2 週間ぐらいは大変だったんですけど、やっと3週間4週間ぐらいしたら、まず3週間目に内出血がだんだんなくなってきて、ミニスカートが履けるようになってきたのと、で正座がでもするの結構大変で、それは最近できるようになってきました。で胸に関しては柔らかくなってきたの多分3週間目ぐらいで、最初はめっちゃパツンパツンで硬いし痛い時期もあったけど、今は一番柔らかくていい状態、このまま全部定着したらいいなって思ってます。上に着る機会が1回だけあって、何も気にせずに着れるようになったのが嬉しかったのと、あと冬になってきてニットとか着るようになって、ボディラインしっかりめに入れる時も全然なんか持ったりしなくてもいいからめっちゃ良かったです。大変なのは寝る時の体勢で、なるべく上を見て寝るようにしなきゃいけなくて、横向くのもうつ伏せにするのも結構つぶれちゃうので、それを意識するのはちょっと大変だったんですけど、クッションとか枕とかめっちゃ大量にあるのでいろいろ工夫できるなとは思ったのが一つと、あとは下着がもう今まで使ってたやつは全然使えないので、まずロングアイヤーで、しかも多分思ってるより大きめのサイズのやつ用意しとかないとダメだなって思ったのと、あとはその裏キャミも結構使えるなと思ったんですけど、あれ